水にガムシロ入れて飲むっていう友達に誘われてたいいよねそうそうそうこのレベルっすね入る細かいメンツやそれではじゃあ行きましょうジュニアユースユース寮生活での思い出は土井さんどうですか思い出もうなんか毎日合宿なんかお祭りみたいだったなあでも町たちもさ他のさ会社の人いた いましたいましたあいたんだよく怒られてたなみんなうるせえ俺も怒られてた寮館の人にどっちかって熊さんに怒られてませんでした寮館さんいや俺その寮館さんとかにも結構言われてマジですかだって泊まってたでしょコーチングスタッフ泊まってました泊まってました俺らはもう選手とあいなかったんですかいないいない選手と他の社員の人と住金の社員の人と寮館3人のうちの1人しかいなかったんで社員の人に直接言われることはなかったけど社員の人が寮館に言って寮館に俺は怒られた伝わる感じ、はい、ガンガンもう日常茶飯事俺らあのコーチ陣がこう日替わりで寮に泊まるんですよそうよね熊さんの曜日の時だけすごいみんな静かになるっていうあるあるだよね朝ごはんの時とか結構鉢合わせとかあったじゃないですかその時なんかテーブルの横の席に熊さんとか来たらめちゃめちゃ緊張して食ってたなそんな思い出がでもだん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 さ改善されてってさ良くなってってるじゃあ今もそうだけどさ、はい、寮とかもさちょっと羨ましいな新しい寮行きました行っ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 たすごいっすよねすごいですねすごい綺麗もうほなんかすごい寮っていうかもうなんか施設みたいなね、いや、本当そうっすよね、合宿場みたいなね、うん、羨ましいっすね羨ましいよ寮生活の1日のスケジュールはどんな感じ多分俺と沖は大体同じ年代なんで分かるんですけど翔真くんの時からどのぐらい被ってないいや被ってないっす1、3っすあそうえそうなんだ怖かったっすだからあんま変わんないっす、いや怖かったっすそう優しかったっすよマジでバカ優しかったっすショーマ君と変わんないねそしたらねそこねあもう多分同じっす描いてる像は同じっすえ一緒じゃ俺らも一緒じゃないけど平日はあれっすか午前中で授業終わってそのまま練習っすか午前中で終わんのえ違うんすかあなかったっす午前中で終わんの違うんすかマジえ火曜日と金曜日っすよね俺らそうっす火曜と金曜は午前中全然もう全部夕方練習俺らあでも朝練もあったえ逆に朝練あったんすか朝練やなんか午前中体育の日が朝練だったその体育授業出ないで練習してそう練習してで昼だが昼前ぐらいに行って学校行ってあの夕方まで授業みんな普通に一般の生徒と一緒にやって終わって帰ってきて練習するうわえ何午前中で終わるの俺は午前中でめちゃくそいいじゃん火曜と金曜は午前中で終わって午後から練習で水木はそうっす午後1限だけやってはでそっから練習する何その制度え、ね、違うかったんですかえじゃあもう丸一日普通に授業して普通に行ってたんですか普通に行ってえめちゃくちゃいいじゃん何それめちゃ楽ですよね違かったんだ高校生活楽しかったけど何が苦痛って学校までが遠すぎるそれは間違いないですそれはもう多分俺はもうみんな多分一緒やばいっしょ夏とかもう行くまでに制服びっしょびしょになるんですよ、ね、そうだよね着替え持ってってだ、うん、着替え持ってって遠すぎんだよねあれがね今のクラブハウスから寮のさ距離とかさ最高っすね最高じゃない羨ましすぎるよねもうサッカーだけやってればいいって環境じゃん、はあ、食事はどうしていましたか一番美味しかったメニューはえもう覚えてないんだけど何食ってたっけ俺は何食ってたかな夜飯さ、はあ、夜飯どこで食ってたいや寮っす寮、はあ、俺らクラブハウスだったんだよあそうなんですよねなんかそれ聞いたことありますかクラブハウスっていうかあそこカフェカフェ、カフェで食ってた、はあ、あのね練習終わった後が俺の中でも練習でコーチ陣がいるの飯を、はあ、であの飯を盛るのは自分じゃなくてコーチ陣が盛るわけあでそれがもうねあのトレーニングでしたね
食べれなかった。どんぶり3杯とか2杯とかだったの絶対。それ食べるまで帰れなくて逆にそれがいいのか悪いのかっていう。けど高校時代の食事ってなんかそういう量が多いっすよね。必要より量って感じだった。必要より量っすね。俺らもねちゃんと測って、ね、何グラムとか。あそうそう俺もやってたやつだった。そうっすね。自分たちでよそれなかったっすもんね。美味しかったっていうのは正直覚えてないね。きつかった感じ。辛かった。アカデミー時代のオフの過ごし方は気になる。これ何してた何してた。オフですか。オフありました。オフ何してた。けど月曜だったじゃないですかオフ。で月曜って授業めっちゃ長かったんですよ。6時とかまでやってましたね。やっぱ一緒か。俺らと一緒か。多分あの門限8時とかなんで、あ帰るしかない、ね、帰るしかないか、サイズ寄ってみんなでちょっとご飯食べて帰るかとかやってましたね。なるほどね。そんぐらいの、まあ、そうだよね。カラオケとか行ったかもしれないですけど、そんな贅沢なオフの過ごし方はなかった。一日オフとかあんまなかった。ほぼなかった ね, ね。何やってましたか逆に。ショーの定番のあれがあってサイズエリアでみんなでたむろってからのサンポートの駄菓子屋に行くっていう。サンポートか。何回か行ったことあるんだ。確かにみんなお菓子にね結構こうハマってたじゃないけど、なんか好きお菓子好きが多くて、まあでもやっぱサイズになるよね。なりますね。お茶するってあとサイズですからね。サイズ分かる。あのね金ないじゃんみんな、あの無料のあの水にガムシロ入れて飲むっていう。これだ。砂糖水で数時間過ごすっていう。俺らのオフ学生って感じだな。学生だったね。ドリンクバー頼むのももったいないからガムシロ大量に持ってって。クソ迷惑だったら帰る時どうするんですか。普通に帰るんですか。そう気まずい。気まずいな。上下関係は厳しい。いやもう沖たちとかもう超ゆるゆるなんじゃない。だってまず沖と翔吾ため口じゃん。翔吾がため口っすね。でも俺とマチ君は俺はもうしっかり多分、まあ、人によるってこと。まあ、それはいやでもマチ君たちの代結構怖かった。俺の一個下とか結構ため口のやつとかいましたけど、ね、だって翔真君の時代とかため口とかめちゃめちゃ やばいよ。ため口ない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 。2個上が怖かったのもう。一個上はまあ怖かったけど優しかったんだけど、まあ、どっちかというと二個上が怖くて。しばかれるんですか。いやしばかれるとかはないけど、ちょっと言えんのかなっていう。学校から帰る時とかもあの自転車じゃんみんな、はい、あの漕がないから先輩。ああ引っ張っていけるってことですか。そう漕いでる俺らがバーって漕いで後ろこうやってあの荷台持って、はい、はい、ゴー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 って坂道も砂利道も何でもずっと本当に厳しいとかじゃなくてもう本当怖かった。なんかもうヤンキーだったから。2個上はそれは今も怖いんですか。今は大丈夫。今はもう全然関わりない。どんぐらいから緩くなったんですかね。でも俺らが3年生になった時もそんなに厳しくなかったよ。あ本当ですか。まあ、厳しくないっていうか、まあ、ある程度優しい方だった。じゃあ翔真くんの代が変えてくれたってことでいいですか。いや変わったと思う。だから俺らはこうバーってやられたから下にもあんまりこうしないように。めちゃめちゃいい先輩じゃないですか。もう還元していこうっていう感じだった。もう楽しくやろうよって感じだったけど結構上はカツカツだった。学校生活の思い出は。文化祭は覚えてます。文化祭や いややってますよ多分。俺らの時もあったんで。あ俺ら2年生かなんかの時一回インフルエンザで亡くなった。マジですか。流行ってインフルエンザ俺1回しかやってないんじゃないかなっていうぐらいあの印象にない。俺も2年の文化祭代表で行けなくてめっちゃもうへこんでました。なんかお化け屋敷とかやった気がする。やったお化け屋敷やった。俺の1年生の時俺もやりました1年間。お中学もう絶対違うよね。ここ絶対違う。え違うんですか。絶対違う。俺らだってなんかオランダの大会に出るって言ってて、はあ、なんかそのいろんな何だろうアヤックスだのなんだのが、はあ、アンダー18がバーって出る大会に出るっつってたのになんかイタリア遠征になって急にねイタリアに行くもののなんか最初インテルとかユベントスとかミランと練習試合するって言ってたんだけど
とんどわけわかんないマッチクラブと練習して帰ってくるっていう全然違う、なんか観光しに行ったみたいな俺らはスペインだったね。スペインですね。マッチ君たち勝ちました、試合練習試合やって。俺らバルサに勝った。強っ。けどあの2学年で行くんですよ。で、あ、そうだね、あ、そう、1個下と言った。で、俺1個上とで、ユーマ君とかだったんですよ。だから多分メンツ的には結構強かったです。トシとか柿田と大輝とかもいて、ユーマ君、久志君とかいて。だって俺ら、俺らユベントスの練習場行って、はい、あの見学とか行くじゃん、はい、3年生と2年生で練習場しただけ怖くないですか？イタリア行って怖くないですか？なんだこれでもまあ楽しかったけどね。楽しかったけどもったいなかったなっていうのがちょっとプロ入り後それぞれの第一印象は、翔真くんから。俺と沖の第一印象覚えてないじゃないですかもうあ、でもやっぱこうずっとユース出身者が少ないじゃないですか、まあ、言ったらアントラーズの歴史上。確かに。だからこう嬉しいなっていうのがあった、あのいっぱい入ってきて、じゃあユース組がもっと盛り上げようよっていう、頑張れよっていうこと。大木は？俺はマチ君はまあ知ってた、ユースのこと知ってるから。まあそうだね、まあ、そういういいよね、かぶってんのいいよね。話しやすい。いないもん、かぶってる人今。翔真君はなんか俺もユースの頃から練習参加とかさせてもらってたけど、なんか怖いっていうか、なんかギャップがすごいっていうか、なんか静かそうな雰囲気出してるけど、でもなんかロッカーとかで結構大声とか聞こえてくるから、翔真くんってどういう人なんだろうってずっと思ってた。もう前もなんか言ってなかったですか、リクシルスポーツのあれ。あのね、俺ね、マジね、打ち解けるまで1年はかかる、マジで、打ち解けるまで、本当に俺1年目の時、俺翔真くんの喋った記憶ないです。多分ね、そう、みんな入ってきて何年、1年、2年経つ人は多分みんなそう。そうですよ、やっぱちょっと俺無理なんだよね、本当にあの打ち解けるまでな。あのね、寄ってきてもらわないと俺から寄れないんだよ人見知りなんですか？人見知りっていうか、なんだろうね、気使っちゃうんだよね多分。じゃあ今度土井会、あのクソ若いメンツでやるめっちゃ若いやつらね。ちょっとそこ、せめて待ちぐらい間に欲しいんだけど年齢的に全然喋れなくなるかもしれない。そしたらあの4人プラス俺じゃちょっときついよあ、まあ、きつくはない、全然話せるんだよ、話せるんだけど、はい、なんだろうね、なんかあっちが気使っちゃうじゃん、気使うじゃん、絶対それなんか申し訳ないなと思う。アツトさんとの思い出はたくさんあるんですけど、よく一緒に悪ふざけをする中ですし、オンとオフの切り替えというか、言うときはしっかり言ってくれますし、優しいときはしっかり優しさを持って接してくれるところはすごい、素晴らしい人間性だなと、見習いたい部分が多々あります。まあ、選手としても素晴らしいですし、人格者もとしてもその素晴らしい、存在でしたし、鹿島にとっても大きい存在なんで、まあ、個人的にもすごい家族ぐるみでよくしてもらってたんで、寂しい気持ちでいっぱいです。普段はどのくらい本を読んでる？なんで本読むんですか？逆に翔真くん。俺普段読まないけど、自粛期間中俺怪我してたじゃん、はい、で、あのリハビリしてたじゃん、あん時はバカみたいに読んでたよ。治療中って携帯とか禁止なんですよ。でもやることないから、まあ、本はさすがに OK にしようってなって、俺ね2ヶ月ぐらいでね、多分本当に20冊ぐらい読んだ。2日で1冊とか読んでたけど。治療中読めますよ。読める本当になんかのめり込んでる。すげえ時間ある。沖は？俺はなんか携帯とか今読めるじゃないですか、電子辞書みたいな。なんかマチ君とかも言ってる、すごいね。けどそのあれないもん。いやでもできないもん俺年の差感じるわだけどそれよりなんか紙の方が好きで。あ、そうなの？
だから紙で読むようにしてます。だからわかる。俺アニメとかより漫画じゃないと見れない。ああそうなんですね。っていう感じかな。でじゃあ一人だわマチ君でも結構読んでるんじゃないですか。電子書籍派なんですよね。全然ですよ。1ヶ月3冊ぐらいです。てか 何読んでんのそんなに。何読むの。紹介して紹介して。おすすめ。俺フリックス読んでないからさ、あのマチのあれコーナー読んでないから。俺のコーナー見てくださいなんだろう。あ、最近面白かったのはあの寮の風呂にあった千原ジュニアの本です。あながちトイレは宇宙であるみたいなマンクもそれ読んでた。そう、なんかもう風呂場に置いてあっていやこれ絶対おもろくないなと思ってみたらめっちゃ面白かったです。自分で買ったわけじゃないじゃん。しかもそれたまたま読んで寮の風呂の脱衣所にあって読んでみようかな。ジャンル的にはどういう本を読むの。いや俺ジャンル問わないんですよ。何でもいいの。何でも読みます。マジで問わないようにしてます。俺だって小説とか読めないもん。小説はけど結構面白いな。俺全然読めない。もう自己啓発を読むってことですか。自己啓発とかなんかその自粛期間中読んだやつは事業みたいな。ああ、はい、会社を難しいんじゃないですか。どうやって立ち上げるとか。面白そうですね。どうやったらお金を稼げるとか、うん、そういう本ばっかり読んでた。すげえな。今までで一番面白かった本は。俺寮に置いてあった。なんか寮に置いてあったファブルっていう。何あれ。読んだことある？あります、あります。極道系のなんかあの極道系なんだけど、あのなんだっけ、主人公が元殺し屋なんだ。そう、すっごい超スーパーな殺し屋みたいな。 あれがめっちゃ面白くてつぼっちゃったあれあれ試合前に寮で見てて、なんか一巻読んだら止まんなくなって全部読んじゃった止まるとダメっすよね漫画って。マジ止まんなくなっちゃいますよね。止まんなくなる。起きはなんだろうな。ダイヤのエースって分かりますか。野球の漫画の結構きつい練習みたいなのが書いてあって、なんか野球も結構ちっちゃい頃好きだったから、野球やってたらこういう人生を歩んでたのかなとか考えちゃう。スポーツ漫画全然読まないわ。俺はスポーツ漫画あんま読めないさ。なんかもう分かっちゃうじゃん。あ、まあ、バスケとかも分かっちゃいますね。マチ君、マチ君なんすか。ブルージャイアントとか知らねえ。知らないですか。読んだことないわ。マジか。前まで寮にあったんですよ。あれ音楽のやつ。あ、そうそうそう、ジャズのやつ。大吾さんとか読んでチラッと見たことあるけど。めっちゃ面白いです。音楽系でも面白いね。俺ピアノのやつ。あ、はい、あります、ね、確か。音楽系見たことないな。ピアノのやつが面白いね。感動&面白いみたいな、うん、感動&面白い。おすすめの本なのに全員漫画を紹介するあ、俺おすすめの本あったわ。その自粛期間中に読んだやつ。なんですか。ホテルマンが書いた本、そのなんだっけな、題名忘れたんだけど、接客の仕方みたいなやつ。おもてなしみたいな。そうそう、おもてなしみたいな。気遣いとか、なんか言葉遣いとか、こういう言葉を発したら人は喜ぶみたいな。ちょっと使ってこうみたいなためになりそうですけど。ためになるみたいな本ばっかり読んでた俺は。リクシルスポーツザ・セッション。